ようこそお越しくださいました。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。名古屋城春の陣、本日が最終日となりましたが、満を持して本日デビューとなります徳川家康と服部半蔵忍者隊名古屋城初披露演舞、ただいまからスタートします。大きな拍手お願いします。ありがとうございます。いやいやいや、こんなに多くの皆さんに集まりいただいてますけれども、今日名古屋城を来たら、たまたま何々忍者隊知らんかったという方であげてください。ラッキーな皆さん、はい、おーめでとうございます。結構ありがとうございます。いや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 、もう忍者隊のデビューを見に来たわっさという方であげてください。ありがとうございます。いやいや、私見に来たっていう方もう忍者隊ファンの皆さんはすごく心優しいということが分かります。誰か知らんでしょう。でも私は、今日の司会を担当させていただきます、若杉直美と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや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 ね、今日本当に多くの方お越しいただいてますけど、愛知県の方いらっしゃいますか。ありがとうございます。もうこれから一緒に忍者隊を応援していくぞと、よろしくお願いします。いろんな方がいらっしゃるんですが、日本の方日本の方ありがとうございます。遠くから来ていらっしゃってる方もありがとうございます。これから愛知県のこの忍者隊を、もうご近所さん10人には広めてください、ね、ぜひツイッターとかフェイスブックとか使ってください。そして海外の方とか、あるいは海外風の方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます、はい。というわけでですね、この忍者隊はですね、日本のみならず海外へも進出する、も日本を代表する忍者隊ですので、ぜひ皆さん一緒に応援していただければと思います。さあ、それでは皆さんお待たせしました。拍手の準備もよろしいですか。それでは忍者隊の主君、徳川家康公の登場です。大きな拍手お願いします。天下太平の焼き付き初代江戸幕府将軍、我が名は徳川家康。はあ、拍手が小さい。そうじゃそうじゃ、皆様ようまいった。改めて挨拶から始まろうかの。皆しもこんにちはじゃ。こんにちは。こんなにおるんだで、もっと大きな声が出るじゃろう。皆の元気わしに聞かせよ。皆の衆、こんにちはじゃ。こんにちは。よし、ここ愛知県はな、忍者元年と称し、忍者でもってこの愛知の魅力を世界中に大発信いたす。であるがゆえにな、こたびはな、新たな門出ということでの主たちに来てもらった。わしは嬉しく思うぞ。さあ、異国より参りし者たちもおるでな、しかと説明いたすとな、 I am the first 将軍 of Edo Shogunate 徳川家康。 You are more than welcome to come to Nagoya Castle. Thank you for your coming. SoRight after this, there's gonna be a samurai and a ninja show. And it's going to be our first show on stage. So, don't miss it. さあ、ではこれよりな、忍者隊の演舞の時間である。People, travel 400 years back in time and feel the samurai and ninja spirits. Okay? Are you ready? さあ、皆さんも参るぞ。拳を掲げよう。さあ、忍者隊の出陣者、参るぞ。大飛ばしに続け、いざ出陣。わあ、入っとるかな、入っとるかな、え、もう一人かな、ご在東大拍手じゃ、拍手。あれ、もう一人おらん、教えて、
無理か。あれもう一人こっちから行こうか。どうされたか。こっちからよしよしよし。どっから来るんじゃ。ありがとうさん、通れへんって言うけど。どっから来るんじゃ。通れか。東西こっちだったか。こっちだった。東西じゃ。いやの、天気じゃな。そうじゃの。なんでこんな行さん人がおるのかの。行さんおりまするの。いやな、我々自己紹介しといた方がよろしいかの。そうじゃ。我々は終わりのアキンドでございまする。我々の日本中、世界中を旅しての終わりの名産品を紹介しているアキンドにございまする。アキンドにございまする。いやな、こんだけ人がおるとの、いや県外のものもおるやもしれん。そうじゃの。県外のもの、挙手。挙手じゃ、挙手。どなたに聞いたの。挙手じゃ、県外のもの。あまりな人が、あの人から来たんじゃ。あ、神戸から来たのか。あれ、わしらを見に。そうでもない。毎回のわしらを見にって言うと首かしげるんじゃない。そうじゃない。いや、ええ天気ね。さてここらで南長田に訪ねたいことがあるんじゃ。あ、そうじゃったの。この辺りで、落ち武者の集団を見かけしなんだかの。そうなんじゃよ。どうやらの徳川家康とかいう武将が落ち延びてこの辺りを逃げておるそうなんじゃよ。そうじゃ、何でも本能寺にて織田信長を討った明智光秀が次の標的を徳川家康に決めたとか決めないとかっていう話があるんじゃな。まあの織田信長に次いで徳川家康さえ討ってしまえば天下を手に入れたも同然じゃからな。そうじゃ。よし、みんなに聞いてみよう。聞いてみよう。よし、どっから参ったんじゃ。あ、そうか。はぁ、あ、じゃあ裏山の方に。あ、堀山行った。早く聞くぞ。どうじゃ。はぁ、何者かに追われて必死に逃げておったと。ではあちらに徳川家康がおるのだな。そうかそうか、それはいい知らせを聞いたな。ところで我々が何故このようなことを尋ねるか教えてやろう。我らは明智光秀様より命を受けた徳川家康の命を頂戴せよと。何やつ。はっ、待ってくれた。なんやな、服部半蔵。徳川家様の命は我らが守ります。いえぇ。織田信長を撃った明智軍は徳川家康の命を狙う。もろいもろい。信長 has just been betrayed by a catching meat. A catching's next target will be 徳川家康。金還元。服部半蔵は主君徳川家康を我が国の険しい山道を越えるように進言する。服部半蔵 advised Gordie Aegis to escape the dangerous Iga Mountains。半蔵らの獅子奮迅の働きにより家康は明智軍を退け伊賀を越え岡崎にたどり着くことに成功する。 With the help of 服部半蔵 and staff angels, Gordie Aegis was able to safely traverse the mountains and return home.まだまだ俺はやってくるよ。だから絶対他でやれんぞ。無理は承知の上、しかれど民の幸せのため、天下太平のため、
この命は出ようとも家康様を守れなく。生き延びる天下太平にはなすために、家康、我ら徳川家康と服部半蔵の皆さん、心に聖さん、ハッ、 We are 服部半蔵 and the ninjas。 半蔵、そして忍びの者たち、頼もしいぞ。そなたらがおれば、我が悲願必ずや成し遂げることができるであろう。この命にかけて精神忍びたる者、正しく心を忘れるな。全ての技は正しく心から生まれる。その技が天下太平の世を作り出すのだ。はあ、さあ進むぞ主たち。我らの思い、我らの覚悟を民に伝えよ。よい、こちらまで。天下太平の世が来たる。されど苦しき日々を今なお続く、共に越えようぞ。険しき山を皆が笑って過ごすため、我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産。
神はよう来てくれた。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊の演武いかがであったか。さようかさようか。やはりな、忍びの者たちというのはな、人知を超えた技がある。そういった者はな、400年前は影に潜んでおったが、平和なる、こたびの世ではこのようにな、舞台の上にて披露することができる。まことによることではないか。さあ改めて半蔵や一人一人自己紹介をいたせ。助之進はっ。ここが時代の転換期。半蔵様の偉大なる駆け目の意志のもと拙者は蘇った。我が名は駆け攻めの白露助之進。今日名古屋城に来てくださった全ての方々に感謝。狂言語りの水蓮にございます。以後お見知りおきを。拙者東急三平じゃ。よろしくお頼み申します。わしがの御年449歳。おのおの行き者諦めないと根性と忍び耐える心で世界と愛知県をつなげてまいります。我々忍者が必ずつなげてまいりますゆえ、ぜひご見知りおき。林氷東社海人列在全は。拙者空飛びの月影と申す。拙者たちが命を懸けて行ったこの演舞は愛知県、いや世界の運命を変えただろう。拙者から集まってくれた皆の衆に伝えたいことはたくさんある。だがしかしこの後半蔵様が拙者たちが成し遂げる革命の意志について ご説明されるであろう。ん、何頑張るじゃ。もう決まってから言え物を。お主は毎回困る人じゃ。だがしかし皆の者に一言伝えたいことがある。先ほども申したじゃん。もう一言。頑張れ頑張れ頑張れ。大臣時代は必ず到来する。さよう。拙者からは以上じゃ。結果何言うたか分からへん。皆さんありがとうございます。今日は Thank you so much and welcome to Nagoya城。俺は無双の空。そして私が服部半蔵。我ら服部半蔵忍者隊ここに水産。見ての通りとんでもなく緊張いたしておるな。定められたことがほとんどできておらん。しかしながらな、主たちもな、こういう日はあったじゃろう。それぞれの初陣というのはな、まずもって心の正しさ、これにもって勝負することじゃな。まあなかなかできることも多いが、これからはな、愛知県を背負って立つ身じゃ。それぞれが技を磨き、そして代表となるべく姿に一日でも早く愛なれ。みなしも分かったの。はっはっはっ。この通り返事もバラバラじゃ。まずは返事ができるようにわしが教育せんとな。さあこのようになかなかな、初陣前から有名になるというのも珍しいことじゃ。そういった感はな、ここに前によるな、助力をしてくださった御人たちがおるからじゃ。異国より参りし者たちもおる。みなしもありがとさんじゃ。ありがとうございます。さあこれよりはな、ガチガチ半蔵より初心証明をが引き出すがゆえにな、温かきまなこで見届けよう。みなしも分かったの。よし。はっ。半蔵様。改めまして服部半蔵正成と申しまする。今宵は我らの演舞を
見に来てくださり、今夜はことにありがとうございまする。我らは戦国のように蘇りし忍ばぬ忍者隊、日々の鍛錬によりいずれ来るであろう大忍者時代に大革命を起こし、そして愛知県を世界一の観光地、いや世界の中心とするそして全人類を愛知県民とする愛知県民とするのだそして我らは海をも越え、家康様の果たす天下太平の世界平和の意思を全世界に向け発信していく。さあ行くぞ、世界一の忍者隊へなるぞ。以上でございます。さあ皆しも、今宵はよう集まってくれた。この者たちにとってはな、もう昼より逆転しておる。それぐらい鍛錬に励んでおるということじゃ。そしてな、全世界を愛知県にするという目論みはござらんが、それぐらいの気持ちでやってまいる。そういった意味合いじゃ。みなしも分かったの。分かった者は手を叩け。はい、徳川家康と、そして白蓮宗忍者隊の皆様、本当に笑いたくさんの演技をどうもありがとうございました。なかなかごずらんぞ、これだけ本人たち大真面目でお主たちが笑うちゅうこの環境はな。あ、これ素晴らしいですね、うん、素晴らしいデビュー日となりました、うん、さあその半蔵様の熱い意気込みを聞かせていただいたところで、素晴らしかった。本日は特別ゲストといたしまして、愛知県大村秀明知事にお越しいただいております。大村知事どうぞご登壇ください。それでは大村秀明知事よりご挨拶の言葉を頂戴いたします。はい、皆さんこんにちは。愛知県知事の大村秀明です。皆の衆、今宵はよう集まっていただいてありがとうございました。さっきの半蔵さんのね、服部半蔵さんの決意表明は、なんか新人が選挙演説に臨むような感じになりました。私もなんか選挙応援に来たような感じがいたしましてね、大変素晴らしい演舞と、そして決意表明、そしてトークということでございました。ありがとうございます。徳川家康さんは言いましたけどね、1ヶ月ぐらい前に私のところにメンバー7人が決まってね、県庁に報告に来ていただいた時に比べればはるかに上手くなったということでございますので、これから確かにでしょこれから超速の進歩を遂げてね、もっともっと立派になって、皆さんね楽しませていただけるというふうに期待をいたしております。なんかさっき服部半蔵さんの決意表明、世界中を愛知県にするとなんか世界征服を企む、なんかやりましょうと、わしは悪の棟梁かと思ってなんか横で聞いとって、なんかええかなこれというふうに思いましたけどね、それだけの意気込みはね大変なことでございます。まあ、確かにね、日本国中だけではなくてね、世界中でね、皆さんにこの愛知名古屋にね来ていただいて、そしてね大いに楽しんでいただくということをね、目論んでいるのは事実でございますので、ぜひね、今日来た皆さんまたね、いろんな意味で昔はね口で吹聴してもらってね広めてくれ言ってね、我々選挙応援の時にはいつも応援説言っておったんですけど、最近は全部ね皆さん持ってるこれでねバンバン流してくれるだけでね、もうすごい宣伝になりますのでね、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。で一つだけ申し上げますとね、なんで愛知県がね、忍者隊なんだということでございますけど、ちょっと解説いたしますとね、最初に劇で出ましたでしょ、本能寺の変1582年、
明智光秀、が、織田信長公をですね、京都本能寺で、討ち取ったという本能寺の変の時に家康さんはね堺にいた、信長さんに招かれて客人として京都に行って堺に行ってさあ帰るって時に、本能寺の変で、信長さんが亡くなったと討ち取られたと。で当然徳川家康をですね明智は、これ一緒に討ち取ってしまえばもう敵はいなくなるということなんで、追いかけた。これを伊賀越えで逃げた。逃げてこの三河までね、本拠地三河までたどり着いて体制を立て直して天下統一があると。家康公人生の中で一番苦難の時がね、あの本能寺の変の伊賀越え、これをもってね神君伊賀越えというんです。歴史の事実ですから、徳川家康公が服部半蔵に忍者隊を忍者をね集めさせて、で江戸城のお庭番にして引き立てた。だから東京に半蔵門っていう名前があるでしょ。あれは服部半蔵なんですよ、ね、だからそういう意味で歴史の事実だから、この愛知、ね、徳川家康子名古屋城を作ったのも徳川家康子、名古屋の町を作ったのも徳川家康子ですから、徳川家康とそれを守った服部半蔵忍者隊を歴史の事実に基づいて400年ぶりに結成したということでございます。ちょっと話が長くなりましたがね、ぜひこういったことをねまた皆さん大いにね、また知っていただいて、この愛知名古屋のね、この服部半蔵忍者隊で大いに盛り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。これからね、今日がね、最初のお披露目なんで、これから名古屋城、それから中部国際空港、それから愛知県内の各地区でね、そしてまたあの県外にもね、まあ、外国にも出かけられたらいいかなと思いますけども、出て行ってね大いに、愛知名古屋 PR していきたいと思います。今日がねそのお披露目、皮切りでございます。どうかこれからもね皆さん徳川家康公と、服部半蔵忍者隊、そして名古屋城、そして愛知名古屋をどうかどうかよろしくお願い申し上げて、私からのお披露目のご挨拶とさせていただきます。今日は用意いただきました。ありがとうございました。大村知事ありがとうございます。さてこれより愛知県大村知事より徳川家康と服部半蔵忍者隊へ向けて任命式を行います。はい、ということで、任命式何のことやらよく分かりませんけど、ね、やっぱ物事には最初は肝心ということでございますので、任命状をね、伝達をいたしたいと思いますので、皆の者もよう聞いていただきたいというふうに思っております。はい、はっ、どうやってやったらここでよっ、はっ、任命状、徳川家康と服部半蔵忍者隊を愛知県観光 PR 隊に任命する。徳川家康公など数多くの戦国武将を輩出した愛知県は武将のふるさとであります。この武将のふるさと愛知をはじめとする愛知名古屋を一層盛り上げていただきたい。徳川家康と服部半蔵忍者隊にはこれから述べる業務を命じる。一つ、名古屋城において来場されるお客様のおもてなしを命ずる。一つ、休日は中部国際空港にてお越しになられる方々のおもてなしを命ずる。一つ、愛知県の観光 PR 隊として国内外でのさまざまな場所でのおもてなしを命ずる。以上、これらの活動で愛知県の武将観光を盛り上げていただきたい。以上である。愛知県知事大村秀明、ひょい。大村知事ありがとうございます。大きな拍手をお送りください。任命ミッションが手渡されました。しかと命じたぞ。はい、ありがとうございます。これから忍者隊の皆さんにはここ名古屋城、そしてセントレアで愛知県をどんどん PR していっていただきたいと思います。さあそれではこれからは、大村知事、そして徳川家康子、そして服部半蔵忍者隊の皆さんとともにフォトセッションを行います。
3方向に分かれますので、皆さんその場で待っていただいてて、ね、安心して待っててください。じゃ準備ができますまでね、ちょっとお待ちくださいね。せっかくですからね、看板も出てまいります。デビューの日です。皆さん記念すべきこのシーンをぜひ、カメラビデオカメラ、しっかりと収めていただきたいと思います。それでは、はい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 、ちゃんとこれはね、この日のためにデビューのこの日です。満を持してやってきました。じゃあ家康公、左側からでよろしいでしょうか。はい、では左の方からお願いします。はい、もう皆さんカシャ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 、電車戻します、電車戻します。あ、そして緊張の中いろんなポーズを考えてます。あ、ありがとうございます。さあ、それではセンター行きましょう。あ、じゃあ右行きましょうか、右行きましょうか。はい、じゃあ右側行きましょう。はい、正門方面ですね。遠くからお越しの皆さんも、そして長くからお待ちいただいている皆さんもありがとうございます。たくさんの写真を収めてください。そして多くの皆さんに、もう見たよ、なんとデビューの日を見たよ、ファーストステージを見たよと、ぜひ自慢をしていただきながら PR をよろしくお願いします。さあ、よろしいでしょうか。それでは真ん中行きましょう。お待たせしました、センターです。アリーナの皆さん、はい、もうなんか撃たれそうなすごい大きなカメラをお持ちの方もいらっしゃいますけれどもね、そしてメディアの皆さんもありがとうございます。はい、いっぱいのいっぱいの写真を撮っていただいて、もうどん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 拡散していただきたいと思います。愛知県内のみならず、日本国内のみならず、海外にも広げて、そしてもう日本といえば愛知県ぐらいの感じで、ぜひ皆さん覚えていただきたいと思います。はい、さあ、それでは3秒カウントダウンいきます。正面でいきますよ。3、2、1、おしまいです。ありがとうございます。それでは大村知事、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、ここからは、徳川家康公と服部半蔵忍者隊の皆さんとともにですね、今度はメディアの皆さんに向けての、フォトセッションの時間とさせていただきます。まあ、メディアの皆さん向けですけども、もちろん皆さんもね、一緒に撮っていただいて結構ですからね。できればメディアの皆さんにも映りやすいようにご協力をいただけると大変助かります。そして皆さん、これからお家に帰った時、あ、今日昼見たやつだっていうのがね、また今度番組で流れたりしますから、あ、言っとったやつだ、見たやつだっていうのをね、ぜひ、綺麗に収まっていただけるように、前後の皆さんご協力いただければと思います。じゃあちょっと待ってくださいね。はい、さあ、今日は多くの報道陣の皆さんお越しくださってます。ありがとうございます。さあ、では必要度あるものはな、角度を設ければゆえに、ぜひとも手を挙げてくれるかの。では向かって、主たちの向かって右手から参るかの。よし、ではあちら側じゃ。さあ、まずは写真からじゃな。よいか、続いて、ではそちら側。続いて真正面。さあ、続いてこちら側。さあ、続いて最後こちら側の角度。さあ、せっかくゆえな、動きが欲しいものはおるかの。掛け声であったり、ござるがゆえにな、所望のものは。はい、ではわしが
我ら徳川家康とと申したら、弟子たち声を合わせわしについてまいれ。わかったの。はっ。では参るぞ。我ら徳川家康と、鳩山城忍者隊ここに集散。さあ、他にはおるかの Anybody else? Over there, lady. Where are you from, lady? Australia. Thank you for coming. さあ、今一度参るぞ。我ら徳川家康と、ハトリハト忍者隊ここに水産。バッチリですと。とても流暢な日本語でありやすさんじゃ。他には良いかの。では姉妹といたすか。そちら側か。Where are you from, lady? Venezuela. Viva Venezuela. さあ参るぞ。我ら徳川家康と、ハトリハト忍者隊ここに水産。はあ。まさかのタイミングでした。先行きが不安じゃな。さあ、他には良いか。 Anybody else? Might be the last call. OK。 アリアさんじゃ、なんじゃ。はい、じゃあ動画の方にも。あちらに、あちら側、はい、動画の方に。ほうかほうか。良いか。見出しも見えるか。しかと構えよ。参るぞ。我ら徳川家康と、ハトリハト忍者隊ここに水産。さあ、続いて、よいかの、そちらに、あちら側真ん中、見なしも見えるか。参るぞ。我ら徳川家康と、ハトリハト忍者隊ここに水産。では、あちら側、すまぬな。次参るでの。注目度の凄さたるや。なあ。注目度と実力が比例しとらんてな。さあ参るぞ。我ら徳川家康と、ハトリハト忍者隊ここに水産。さあ、続いて、お待たせいたしたな。そちら側じゃの。さあ、ではメインパー大きな声で参れ。我ら徳川家康と、ハトリハト忍者隊ここに水産。はあ。以上でよいか。よいかの。ありがとうさんじゃ。はい、ありがとうございました。いや、でもこんなに多くの皆様に集まっていただいて、たくさんの、写真と動画を撮っていただいて、どうもありがとうございました。これからもぜひそれを拡散していただいて、そして皆さんも、もう一回もう一回と復習をしていただき、そしてもう一度このステージをまたご覧にいただければと思います。最初だけ見ればいいとか思わないでくださいね。はい、ありがとうございました。徳川家康公、そして服部半蔵忍者隊の皆さんでした。大きな拍手でお送りください。皆様また会おう。さらばちょう。皆さん本当に今日の温度以上に暖かい目で。